三松愛子、本名川口愛子。明治43年大阪市で生まれ、昭和57年に亡くなりました。戦後母物映画で一世を風靡し、母物映画女優と呼ばれました。昭和10年には作家の川口松太郎と結婚して、戦時中は芸能界から遠ざかっていましたが、戦後に復帰しました。がめついやつの舞台ではおしかばあさんを熱演し、昭和34年度テアトロン賞などを受賞しました。家族には何人もの俳優がいます。